さて、今日の撮影はどうしようかな。何やろうかな。いや、気のせいか。やっぱなんか変だな。やっぱなんともないよね。なんだこれ。なんだこいつ。俺とお前は同じやつだって言いたいのか。何言ってんだ、気持ち悪いな。あ、ちょっと撮影中にお腹緩めるんじゃないよ。お前何食べてんだ。え、まさか最近なんか太ってきたのお前のせいなのか。おかしいと思ったよ。あんまり食べてないはずなのにすごいブク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 太ってきたからおかしいと思ってたよ。お前のせいか。いや待て、そんなはずはない、そんなはずはない。いいか、俺はお前には負けない。ダイエットをする前例もあるんだよ。5月から始めてやる。なんだその態度は。できないと思ってるのか。できるんだよ、やったことあるんだよ。え、指を合わせろっていうのか。仕方ないな、やってやるか。うわー、入れ替わってやった。ダイエットなんかするわけねえじゃねえかよ。ダイエットなんかできねえんだよ。俺はこれからも食べまくってやるぜ。はい、そんなわけです。劇をご覧いただいた通りですね。なんかちょっと太ってきちゃったね。なんかいつの間にかブクブク太っちゃったね。うん、でも頑張ってダイエットしたいなと思います。この鏡入れ替わっちゃったけど、まあ大丈夫だよ。俺は俺のままだから。ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はいつもとこに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。